のようなついたやつ、青いリボンのついたやつ、透けてんの赤色パンツは父ちゃんのパンツ。茶番音楽ユニットナインズと申します。改めてよろしくお願いします。ね、今日はもう本当にさっきちょっと感想の時にもボーカルのミントからも話あったと思うんですけど、やばいですね、花粉がね。花粉症の人いますか？やばいです。今年はやばい。もう全然ね、薬飲んでてもね、効かないって言いますよね。あ、喉なんですね。まあ、ただそれよりちょっとやばいのがね、本当に今日の出演者さんたちだと思います。本当に皆さん、とても上手い方たちで、まあ、僕、ちょっといつもライブの時は絶対にこう、一番目のバンドさんから見させてもらうようにしてるんですけど、今日ちょっと来るの遅くなっちゃって、行った時に危険な二人さんがちょうど曲ブエナビスタか何かかなやってらっしゃったと思うんですけど、危険ですね。危険ですね。めちゃくちゃ危険。もう本当にかっこよくて、僕はあの武藤さんとか上野さんも大好きなんで、本当にかっこよくて、本当あのスタイルで見た時は2人で、動画で今まで見た時は2人でやってたんですけど、今回あの他方の方が入ってさらにパワーアップしてて、やばいなと思って、本当にかっこよかったです。ロースロースロース、まあ、その後に、ね、先ほど桐島さんの方 もう本当に圧巻のステージ慣れした演奏でね、もうめっちゃベテランの演奏だな。ご結婚おめでとうございます。ありがとうございます。僕らも夫婦なんで、僕がちょっと半年後にね、逆にこうちょっとあの離婚しましたみたいな報告をステージ上にしないようにちょっとね、頑張ります。いやでも本当に素晴らしい奥さんだと思います。ライブの日にね、おにぎり作ってくれてね、皿洗いも負担が減る、ね、僕はね、今日もう朝この会場に来る前に起きて、4時に起きて、あの今ちょっと子供のね、あの保育園戦争でちょっとバタバタしてたんですけど、まあ、保育園の面接のための書類を書きので、9時ぐらいから面接に行きの制服の再送信を一ライブ終わした後に、まあちょっとね、あの今日ここに来させてもらってるんで、はい、本当に素晴らしい奥さんだと思います。いやいや、逆に、まあ、彼女もね、出演者でね、まだ仕事してるんでしょうがないんですけどね。逆にすごいまあそんなわけでね、じゃあ次の曲いきましょうか、ね、あ、そうですね。保育園のことでね、ちょっとね、言いたいことあります。私ね、私たちは宇都宮在住なんですけど、全く保育園決まんないんですよ。本当に全然決まんないの。3月下旬なのに全然決まんない。
去年の秋ぐらいからね、秋ぐらいからこの戦いは始まってるんですけど、全然どこも入れない、2人ともこうフルタイムで働いてるのに全く入れなくて、でそう、でも保育園落ちた宇都宮ふんふんってツイートしようかと思ったぐらい、そのツイートの本当に意味がよく分かりました。で、年明けても1時、2時、3時も落ち、そして僕らの子供が行ってた保育園は、まあ、エスカレーター式でその上の某宇都宮大学の中にある保育園に本当は入れるはずだったんですけど、まあ、ちょっとやんちゃんに育てすぎたのか、まあ、誠くんって名前なんですけど、ちょっと誠ちゃんはちょっとって先生に言われちゃって、落ちてからまあでもなんとか入れるだろうと思って探したんですけど、もうどこもダメ でもう4月からの入園諦めてたんですけど、もう昨日です、昨日本当に日本の職場の先輩から情報をもらって、寸でのところでギリギリ大逆転。そうなんです、ね、おめでとうございます。おめでたいなんです、最後に臨んでいる私たちなんですけれども、はい、はい、今日はね、そんなわけで子供の保育園の、いや、幼稚園の入園が決まりました。ナインズです、よろしくお願いします。Bye.
でした。次ですね。次は曲もやる。ぷかぷかをいきます。ご存知の方いらっしゃいますでしょうか。あ、いいですね、奥さんいいですね、大好きハム、まあ、まさにですね、この歌詞の内容がですね、私にマッチしてまして選びましたまあ多分ね、奥様とはね、真逆の奥様だと思うんですよ、私そんなことない本当にはい、旦那がアクセク4時に起きて書類を作成している間、私は寝てました、はい、どうですか、読みますか、はい、俺のあんこはタバコが好きで、いつもぷかぷかぷか、体に悪いからやめなって言っても、いつもぷかぷかぷか、遠い空から降ってくるっていう幸せってやつか、あたいにわかるまで、あたいタバコやめないわ、ぷか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 、スイングが好きで、いつもドゥビドゥビドゥ、下手くそなスイングをやめなって言っても、いつもドゥビドゥビドゥ、あんたがあたいのどうでもいい歌を涙流すまで、わかってくれるまで、あたいスイングやめないわ、ドゥビドゥドゥビドゥビドゥ、男が好きで、いつもふん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 、おいらのことなんかほったらかしで、いつもふん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 、あんたがあたいの寝た男たちと夜が明けるまで、お酒飲めるまで、あたい男やめないわ、うん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 、やめないわ、やめないわ、俺のあんこは占いが好きで、トランプスタースタースター、よしなっていうのにおいらを占い、おいら明日死ぬそうだ、あたいの占いがピタッと当たるまで、あんたと
時わかるまで赤いトランプやめないわスタ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 遠い空から行ってくるって言う幸せってやつがあたいにわかるまであたいタバコやめないわぷか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 Thank you.
反り込み、そしてパンチパーマ、そしてサングラス、そしてパンタロンっていうんですか、昔。ああ、すごい。パンタロン、しかもただのパンタロンじゃないですよ。なんかすごいハワイアンブルーみたいな、すっごい派手なパンタロン履いて、なんか外車にこう足を、ハトバみたく立てて撮ってる写真が見つかったんですね。ケンさん、反り込みって10円玉2枚で抜くんですよね。え、知らない？10円玉2枚使って抜くんですね。悪いことしてないです。そうだ、そういう時代があったみたいですよ、ね。まあ、今禁煙禁煙って騒がれてる中で、またねちょっとタバコが出てくる曲なんですけど、最後はですね、スモーキングプリお送りしますね。始まる感じになっちゃいましたね。最後はちょっとボーカルのねギターを弾きます。で、僕のこの弾いてるギターと嫁の弾いてるギターと、まあ、どっちもご夫婦共用で使おうってことで今使ってるんですけど、僕のこの嫁のギターはこの今日の1曲のためだけに弾くやつが15万なんですよね。で、僕のこのギター3万8千円くらいなんで、この時点でこう1曲と全曲と曲の差があるにもかかわらず、力関係あれを感じますね。雑に扱う。まあそんなところもないんずということで、この間ね、ライブ出た時に、佐野のお住まいの方いますか？なんか、地域おこし、地域、町おこし隊、てるさんお笑いの人出てたと思うんですけどね、あの人がね、僕 F が弾けるようになったばっかりなんですって言ってましたけど、もう私もそのレベルです。
これからもよろしくお願いします。ナインズでした。Thank you.
振り返れば残
ゃなく誰かに負けてもまた挑み続けられる強さを君の行く手に壁があるんじゃなくただ君が壁の後ろに隠れているだけさ嬉しい日も笑った日も分かち合える人仲間がいた証し振り返ればちゃんとほら支えてくれてるさ共に行こう南下してきまして、今日初めて栃木県に来ることができました。ありがとうございます。あの栃木県初めて来たんですけども、だから何も栃木県のことを知らないんです。本当にあの失礼に当たるかもしれないんですが、僕の個人的な勝手な想像で、みんなあの U字工事さんみたいな話し方してるのかなと思ってたんですけども、誰一人なまってないね。そんなことねえよ。なまってます。僕もなまってないですよね。なまってない。あ、僕もなまった方がいいですかね。ここからなまっていきますかね。じゃあね、僕全面に青森出していくんで、あの皆さんも栃木をいっぱい出してくれれば嬉しいなって思うんですけども、どうでしょう、これ聞き取れます、大丈夫ですか。僕の発音大丈夫ですかね。大丈夫。これ詰まる弁です。よろしくお願いします。大事だ。いいですね。やっぱりその土地土地の方言とか聞くとやっぱりこうなんかほっこりします。あ、標準語戻っちゃった。その土地土地のあの名前とか聞くとやっぱりね、自分も田舎もなので、すごくほっこりしたりするんですけど。皆さんはあの青森県っていうとどういうイメージですか。リンゴ。海。海、まあ海ありますけど。いや、海って行ったことないんだ。あ、そうか、栃木って海ないんだ。ない。そうだね。
そうだ、憧れなの。憧れでしょ、違うの。海なし県初めて来ました。おお、そうかそうか。まあリンゴ、そうですね、一番有名なのリンゴですけども、まあほぼリンゴしかないです。もう弘前市から来たんですが、弘前市というところは、はい、来てます。いや、うちの生徒がいる。そうなんですね。まあ、あの土地の半分ぐらいはもうリンゴ畑で、人口の半分ぐらいがもうリンゴ農家、リンゴと米しか作ってないです、ね。でもそんな、地元が田舎が大好きで、弘前の風景とか、そこに住んでる人たちのことを思って書いた歌を次歌いたいと思います。津軽の風に吹かれながら。
ですが、皆さんどうですか、男性パート、そして女性パート、そして僕、三部コース、三部合唱をですね、今日やってみたいと思います。まず男性からお手本いきますので、ちょっと聞いてくださいね。
げつけたり、時には本気で生徒をビンタするような怖い先生だった。なあ先生、教えてくれよ、あの時どうしてみんなが見てる前で僕を殴ったんですか。子供ながらにすごい屈辱だったよ。真剣に人のことを思えばこそ、時には相手を傷つけてしまうもの、あの痛みはあなたの死の現れ、実際はただ単純にムカついてビンタしただけかもしれないけれど、そう思うことにするよ。意外な得意分野があって、音楽とドッジボールをしたとき、先生一人対クラス全員で試合したよな。50半ばとは思えない大人げなさで、子供相手に本気で勝ちに来てたよな。鬼の形相で人のことを殴ってた割に、クリ
スちゃんだったのかよって、そっちの方にびっくりしたよ。なあ先生、いなくなってしまうとやっぱり寂しいもんだよな。今になって酒でも交わしながら、いろんな話をしたかったなって思うよ。で、気の悪いあなたの教え子は知らずに何かを受け継いだかわかんないけれど、真剣に純粋な思いを持って愛しして自分で答えを探して、この足で歩いて行きます。なあ先生、疲れ果ててしまったら全部終わりにして、そっちに会いに行っていいですか。なんて言ったらまたビンタされそうだから、もう少しこっちで頑張ってみるよ。先生でした。ありがとうございます。気がつけばほら季節が変わっていて、知らず知らずに過去を「時は流れ」
夢をちゃんと追いかけようと思って、そうやって始めたツアーです。そして
全国各地の人に歌を届けて、なんだろう、自分のこんな自分の歌なんかで元気になってくれる人がいれば、本当に嬉しいな、自分にもこう生きてきた意味が見つかるじゃないか、そういうふうに思って、続けています。次の曲で最後になります。頑張るって一口に言ってもいろいろあると思うんですが、なんで頑張るのかなって思って作った歌です。やっぱり頑張る人がいるから自分も頑張れる、そして頑張る仲間がいるから自分も頑張れる、そこにたどり着きました。夢は絶対諦めちゃいけないってそう思って作った歌です。頑張れの歌という歌を最後に歌いたいと思います。今日皆さん出会ってくれてありがとうございました。津島健太でした。人なんて誰でも軽く叩いてみれば誇りが出てくるような生き物なのに、不毛な叩き合いばっかりするから、ほら見たことか、ほっこりまみれの世の中、行いや思想は問題じゃなくて、より多くの支持を得た方がまかり通るのさ。大義名分という名の剣を勇者みたいなドヤ顔で善も悪もめった切り、こんな世界でも頑張っている、夢を追いかけてる人がいるから、負けてられるかって頑張れるんだ。破れかけの夢を抱いて、ああするべきだ、こうするべきだ、口では大層なことを言ってても、小さいは何にもできてはいない、文字通り口だけのちっぽけな男、うまくいかないことがあるたび、自分に負けました、自分との戦いだとか言って格好をつけて、誰とも戦わず逃げてきたんだ、それを武勇伝みたいに語るから世話ねえよな、まったくよ、こんな自分にも仲間がいて、時を分かち合える人がいるから、まだまだやりたいことがあるんだ、ふつつかものですが末永くよろしく、こんな世界だから諦めようっていう気持ちはもちろんわかるよ、でもさ逆にこんな世界だから諦めちゃダメだ、別にでかいことしなくていい、ただこのままじゃ終われないだろう、
頑張る君へ送る。